はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は山猫 VS ダークレイン火力比較検証をやっていきたいと思います。同じ LB の値を持つ山猫そしてダークレインの検証をしていきたいと思います。2人ともスーパー LB の威力は3万5000となっております。まあそのね違いで言うと槍デバフがあるかないかの差なんですが、ここ最近のキャラクターと6周年のキャラクターで見てみると魔力値がね結構変わってくるんですよね。山猫は1突で8000、対するダークレインは貫突してしまっているので、その分のね固定値500を差し引いてちょっと1枠開けていますが、貫突でも7000なんですよね。なんでまあ、ここ例えば、まあ、魔力値の高いものを入れると、まあ、7400になっちゃうから、まあ、ちょっとね貫突差のあれを考えて500ぐらい少なくしたいから、まあ、じゃあここだけね削っていこうかなと思っております。なのでまあ、このね武器デバフの差と魔力値1000の差っていうのがどう影響してくるのかっていうのを同じパーティーで、検証していきたいと思います。なのでかけるバフデバフ全く同じでやっていこうと思います。じゃあまずはちょっと山猫から見ていきたいと思います。皆さんはどちらの方が高火力なのか、予想しながら見ていただければなと思います。では行こう。はい、ということでじゃあまずは山猫から見ていきますが、もうちょっとどうしてもね火力全振りにするともう闇耐性なんて持ってる暇ないんで、魔人フィーナじゃなくてサイリンフィーナの固有ビジョンカードを使って開幕リレーズで復活させます。で、山猫の装備はこんな感じにしてあって、アビリティ、ブグ倍率、LB、アンデッドはマックスの装備構成、そしてもちろん両手槍を採用しております。アビリティはこんな感じ、エレメントマナコール入れまして、5ターンの間、威力加算の3000、自身の LB の威力加算も入れてあるような形となっております。いや、なかなかね、面白い対決なんじゃないのかなと思います。ビジョンカードはもちろん強襲ダークレイン。では早速やっていきましょう。まずは今回ちょっとね、マイティーガード、あれは剥がせないので8ターンでやっていこうと思います。なのでちょっと重要なバフとかデバフの場面ずつ、あ、まあ、せっかくなら山猫はやっていこうか。まず1ターン目としては基本的にやることないんで、ライトニングが、ハリマンボン、そしてゴルベーザが浜関使って魔風剣で抑えていきます。でライトニングの LB ゲージを魔人フィーナの固有ビジョンを使って LB 満タンにしていきましょう。でその他のキャラクターたちは一旦防御をしていきます。本当はエリア展開してもいいんだけど、山猫のマナコール使うとエリア展開が無駄にされてしまうので後ほどかけていきたいと思います。でそしたらその他のキャラクターたちも一旦こんな感じで済ませておきましょう。で、次のターンになったら闇のデバフを、消していきたいと思いますので、デスペガをかけていきたいと思います。まあ、一旦リロードを押しまして、ダブルアビリティ適当なアビリティを選択後デスペガで押したら味方を長押ししてターゲットで、魔人フィーナはここで、闇耐性 100% バフを味方全体にかける。で、あとはこんな形で同じようなアビリティを使っていきます。で、敵の攻撃全部の闇耐性上げてますので、闇デバフとなった、闇バフで無効化となっております。で、4ターン目。4ターン目になったら、まあ、今回8ターンでやるので、4、5、6、7、8と5ターンありますので、山猫のエレメントマナコールを使っていきたいと思います。そのため、魔人フィーナの LB ゲージ回復を使って山猫に選択していきます。で山猫はエレメントマナコールを使いまして5000の威力加算を5ターン入れていきたいと思います。では使っていきましょう。で、ローザは一応病気を消していくためにオールキュア、リュックのポーチを持たしております。でリノアはここでね敵に闇の耐性が張られてしまいますので、闇のエリアデバフエリアデバフエリアを作っていきましょう。 OK かな。で、ゴルベーザーでハリマンボン使って、ギミックの対策を行っていきます。OK? で、敵の攻撃は、まあ、無効化しておると。で、マイティーガードがここで貼られるので、8ターンで蹴りをつけていきましょう。で、続いて、ゴルベーザ。ゴルベーザはここで闇のデバフ150を入れていきたいので、3ターン後、つまりは8ターン目に 150% の闇デバフが入るようにアビリティを使っていきます。で、その代わり、人造浜関の代わりは、こちら、2つのアーシェ、フェスゲンアーシェのスパトラで代用していきます。で、ライトニングは相変わらずハリマンボンとなっております。で、魔人フィーナ、こちらを使いまして、味方に闇の威力アップエリアを展開していきましょう。素晴らしい理想的な、エリアが作られました。で、あとは余計なアビリティだけ使わないように、まあ、防御クロノクロスを使っておきたいと思います。で、あとはローザを使って、ハリマンボン、リノアは防御といった形でいいのかなと思います。
これで敵の攻撃ギミックすべて無効化となっております。続いて6ターン目、6ターン目になったら、リロードを押して、ゴルベーザ、ゴルベーザは一旦浜石の準備で、ローザはこのターンどうしようかな。アンデッドキラーはまだ早いので、まあこのままリロード放置しておきましょう。で、マジンフィーナはここで4ターンのステータスバフ、 LB バフ、闇の威力アップバフを味方全体にかけていきましょう。山猫同じ行動でいいのかなと思います。 OK、 いいね、いい感じで準備が進んでまいりました。さあ続いて6ターン目、敵の行動は魔法攻撃と分身がまだ1回全体残っておりますので、ライトニングはここで 90% の精神デバフ入れていきましょう。エレメントチェイサーでリロードを押します。でローザはここでアンデッドキラー 250%、 こちらをですね山猫に入れていきましょう。7ターン目なのでラスト魔力貯める入れていきたいと思います。自身の魔力貯める300を入れていきたいと思います。これで完璧な準備が整ったんではないでしょうかというところで、ラスト敵の攻撃をしのいで終わりという形になっております。さあじゃあ山猫のダメージをとくと見ていきたいと思います。その前にですね、一旦闇の不要を味方全体に、まあ主にリノアにしておきたいと思います。さあじゃあ見してもらいましょう。ジ・エンド、闇の威力35000にプラス、3000の威力加算が入っていますので、38000の魔力貯めるジ・エンド、550のキラー、そして 90% のデバフ、230の闇デバフとなっております。でリノアにはですね、相変わらずと言ってはなんですが、ポネちゃんのスパトラをつけて、闇不要は、後からアビリティでしてるので全属性のタッグアタックとなっております。さあじゃあ行きましょう。で、じゃあこのまま押すんだけど、山猫が結構遅いので山猫を押しまして、口が大きく開く前ぐらいにリノアを押していけばいいのかなと思います。さあ出したダメージはいくついったかな、どんくらい、いや10ちょいか。さあ山猫が出したダメージ見ていきましょう。ダメージは11億ということで、まあ暫定1位の山猫11億、めっちゃ弱いなまあしょうがない。さあじゃあ続いてダークレインを見ていきましょう。はい、じゃあ続いてダークレインやっていきたいと思います。まあ闇耐性は相変わらず盛る暇ないんで、リレイズで復活と。で今回ダークレインの装備なんですが、まあ、先ほどねお話しした通り貫突と一突の差がありますので、魔力値というかアクセの部分は開けて、まあ、なるべくねその差が少ないようにしてありますと。その他のアビリティ、ブグ倍率、LB、アンデッドキラーはマックスの装備構成とアビリティ構成となっております。まあ一応差がないように両手でやっていこうかなと思っております。さあでは早速ねやっていきましょう。でもちろん固有ビジョンは、自身の固有ビジョンをつけておりますと、ビジョンカードね。で、じゃあやっていこう。まずはですね、ゴルベーザは、漆黒の呪縛を使いまして、3ターン後つまりは4ターン目に 150% の闇デバフができるように使っていきます。で、ライトニングはハリマンボンを選択していきましょう。でマジンフィーナ、武神三系は闇の威力アップエリアを展開していきます。続いてローザ、ローザはこのターンどうしようかな、あどうしようかなではないね、浜石を使って、まあ、浜石というかそう魔風剣を使って敵の攻撃を無力化していきましょう。ダークレイン、リノはやることないから2人とも防御して、でこんな形で1ターン目を終えるでいいかなと思います。じゃあ続いて敵の攻撃を見ていきましょう。無効化。さあ続いて2ターン目、2ターン目になったら一旦リロードを押しまして、ゴルベーザはここで人造浜石の準備で、フィーナはですね、ここでトリプルを使って、エンダークが闇不要。で、あとは闇耐性アップ。そして LB ゲージ最大。これはマジンフィーナ、固有ビジョンになっておりますので、なかなか使える方はいないかもしれないけど、LB ゲージ6000をライトニングに回復させていきます。ただその前にローザを使いまして、味方全体の闇デバフを消していきましょう。アビリティを1回選択した上でデスペが、タップしたらすぐに味方をターゲット。これで闇デバフを消していきます。OK。で、そしたら闇不要を行って、分身不要を行って、リノアはデバフエリアを展開していきます。ダークレインは自己バフアビリティ、闇の威力加算、闇の威力アップ 50% を入れていきましょう。で、すべてのアビリティを使い終わったのを確認してから人造浜石を使っていきます。じゃないとね、途中のエンダークが闇属性不要とかが打ち消されてしまいますので、注意が必要です。OK かな？続いて、3ターン目。で3ターン目はまだまだあるんで、トリプルを使いまして、すべてマジックブースト回、本来は2回でいいんですが、まあ余剰分1回を入れておきましょう。続いてローザ、
ローザはこちらでアンデッドキラー 250% を単体ダークレインに付与していきます。で、魔人フィーナー、ここでスーパー LB を使ってステータスの 400LB300 バフをかけていきましょう。ライトニングはまだ一旦いいかな。リロードを押して、ハリマンボンと人造浜石、そして防御という形で、敵のギミックは寒風という形でやっていきたいと思います。OK かな。そしたら病気になってしまいましたので、最後ローザを使ってオールキュア、すべての病気を解除していきたいと思います。90% の精神デバフを入れていきましょう。これで確認すると、まずアンデッドキラーが250、闇の230、精神は90ということで、山猫と同条件になったことが分かりました。あとはもちろんリヌアに合わせて終わりという形でやっていきましょう。こちらはほぼ同時でいいので、こんな感じでトントンと合わせてやっていきたいと思います。さあ、ダークレインの出したダメージはいかほどか。魔力値の1000の差がある。まあ、ただ 25% の槍デバフの差。さあ、どうでしょう。おーい、12億ということで、威力加算3000の差があって、なおかつ、まあ、そのね、ステータスの差があるんですが、槍デバフを持ったダークレインの方が威力は上という検証結果になりました。まあ、ただあくまでね、ちょっと貫突と一突、まあ、そしてデバフの差があるので、まあ、もう単体で見た場合だね。ダークレインと山猫の単体で見た場合の性能差についてはダークレインの方が1枚上手なのかなという検証結果になりました。まあ検証のねちょっと対象が同条件でないっていうのが若干ちょっとどうなのかなと思いますが、まあほぼほぼ同じ、ちょっとダークレインの方が優れてると見て、まあ間違いないんじゃないのかなと。まあ2人合わせるのが一番いいのかなと思いますので、まあ2人合わせて使ってみてはいかがでしょうか。その場合ですね、サイリン、サクラのスパトラが2本必要になってきますので、そこら辺を注意していただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。